これが真実か滝沢秀明のトベが暴露する放送キャンセルの内幕。絶対に見逃せない。日テレ、ジップって起きたナンバーアンダーライン愛出演取り消しの真相。エンターテイメント業界における最近の出来事は、ファンや業界関係者にとって驚きと疑問を呼び起こしました。その中心には、滝沢秀明が率いる新しい芸能事務所トベット。 その所属アーティストであるナンバーアンダーライン愛がいます。滝沢秀明は自身のツイッターで新会社の設立を発表し、多くのフォロワーから注目を集めました。新たな時代へ飛べ、と呼びかけ、新会社の社員募集を開始した彼の動きは、多くの若者や転職希望者にとって大きなチャンスとなりました。応募条件には、普通自動車免許や社会人経験1年以上が必要とされており、 業界経験者が優遇されるとのことです。この求人情報は転職者向けのサイト、マイナビ転職で閲覧可能で、多くのアクセスにより一時的に接続が困難になるほどの人気を博しています。滝沢秀明のこの大胆な動きに対し、フォロワーたちは驚きと興奮を示し、彼自身が求人情報を発信するスタイルに対して多くの賞賛の声が寄せられました。これは、 トベが今後の成長に向けて新しいメンバーを迎え入れる準備を整えていることを示しており、多くの若手プロフェッショナルにとって大きなチャンスとなることが期待されています。しかし、この新しい始まりの影には、様々な問題やトラブルも存在しています。例えば、ナンバーアンダーライン愛が6月1日に日本テレビ系音楽番組、With Music 2時間スペシャルに出演し、大きな話題を呼びました。 しかし、その直前に発表されていた日本テレビ系情報番組 ZIP への出演情報が実現しなかったことで、ファンは不安と困惑の声を広げました。事前の告知があったにもかかわらず、放送当日に予定されていた出演が突然キャンセルされたことで、ファンたちは大きな困惑と疑問を抱くこととなりました。番組制作側も飛べ側も具体的な理由についてのコメントを避け、 一連の騒動はさらに謎を深めています。戸部の広報担当者はこの件について番組の内容に関する決定権は放送局側にあり我々はその決定についての詳細を把握していませんと述べました。一方日本テレビの担当者も番組制作の過程についてはコメントできないとし具体的な説明はありませんでした。このようなトラブルが発生した背景には一体何があったのでしょうか ファンたちは事前の告知に反して番組の予定が変更された理由を待ち望んでいます。さらに、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちもこの件について現在コメントを控えており、ファンの間には不満が広がっています。このような状況では、早急に彼らのスケジュールが確定されるような方法を確保することが極めて重要であるように思われます。ジップは最近いくつかの混乱を引き起こしています。 特に注目の新曲ナンバーアンダーラインアイのミュージックビデオが放送されると予告されながら、最終的に一切取り上げられなかったことがファンの間で物議を醸しています。昨日の番組表ではナンバーアンダーラインアイのミュージックビデオが放送されると明言されていましたが、放送当日にはその出演が見送られました。この一連の出来事に対し、 ファンの中には番組制作側に対して様々な疑問が投げかけられています。なぜ予告とは異なる番組内容に変更されたのか、圧力があったのかといった疑念が呈されています。特に、同じスタートエンターテイメント所属のグループ、美少年のカヒ高カさんが番組に出演していたことや、スタート者のタレントが積極的に番組に登場することが決定していたことから、ファンたちはさらに混乱しています。 さらに、別の事件として、ZIP、公式 X での放送予定として、新曲の制作費についてのインタビューが告知されていたにもかかわらず、一部地域ではこれがローカルニュースに切り替わってしまったとのことです。このような情報の錯誤は、視聴者にとって不満を引き起こし、番組の信頼性にも影響を与えかねません。このような混乱の中で、トベとナンバーアンダーラインアイの今後の活動が注目されています。 彼らの音楽は瞬く間に世界中のファンから支持され、その影響力は日本だけにとどまらず、国際的な広がりを見せています。特に、ファーストシングル g o トのミュージックビデオは YouTube でわずか3日で1000万回再生を達成し、最新曲 Bone もその速さを超える数字を記録しています。これにより、ナンバーアンダーラインアイの音楽が世界中のファンにどれほど深く愛されているかが、 証明されました。しかし、今回の放送キャンセル事件は、エンターテイメント業界におけるメディアの役割や、アーティストとファンの関係性についての疑問を浮き彫りにしました。メディアがアーティストの活動にどのような影響を与えるのか、そしてファンの期待にどのように応えるべきかという課題が再び浮上しています。トベとナンバーアンダーラインアイは、これからもファンとの信頼関係を築きながら、 さらなる成長と成功を目指していくことでしょう。また、今回の出来事は、メディアリテラシーの重要性を改めて考えさせるものとなりました。情報が氾濫する現代において、正確な情報を見極める力や、情報の裏にある意図を読み取る力が求められています。視聴者として、私たちはどのように情報を受け取り、どのように判断すべきかを常に考える必要があります。 トベとナンバーアンダーライン愛の今後の活動に注目しつつ、エンターテインメント業界の未来を見守りたいと思います。そして、彼らの音楽やパフォーマンスを通じて、私たち自身の人生や社会についても考えさせられることが増えることでしょう。彼らの成長とともに、私たちもまた成長し続けることができるのです。このような事件がきっかけとなり、エンターテインメント業界全体がより透明性を持ち、 ファンとのコミュニケーションを大切にする方向へ進むことを期待しています。トベとナンバーアンダーライン愛が示す新しい時代のエンターテイメントのあり方が業界全体に良い影響を与えることを願っています。そして、ファンたちが再び彼らのパフォーマンスを心から楽しめる日が来ることを信じています。最終的に、この出来事を通じて私たちが学んだことは、エンターテイメントの世界は常に変化しており、 その変化に対してどのように対応するかが重要であるということです。これからも、トベとナンバーアンダーライン愛の活動を通じて、私たちは新しい発見や感動を得ることでしょう。そして、その過程で、エンターテイメント業界全体がより良い方向へと進化していくことを願っています。さて、読者の皆さんはどう思いますかこのような放送キャンセル事件について、どのように感じていますか そして、エンターテイメント業界の未来についてどのように考えていますかぜひ、あなたの意見を聞かせてください。この議論を通じて、私たち全員がより深い理解を得ることができるでしょう。